びっくりするだろうな。こんな可愛くて素敵な子と結婚できたなんて。好きな女の前ではカッコつけたい生き物だった。男というものは。ごめん、君が可愛すぎて調子乗りすぎちゃった。外じゃ我慢だよね。ダメ、二十歳になったらもう遠慮はしないって言ったでしょ。君は俺の余裕をなくさせる天才だ。私だって男だ。お前を愛する一人の男なのだ。あなたに会ったのですから、そういうことでしょう。運命の導きのままに私はここへ来たのです。キューピッド先輩、よろしくお願いいたします。いらっしゃい。そっちの席取ってあるよ。いや、服はモデルのためにあるんだ。こんな素敵な女性と結婚できたなんて彼が羨ましい。愛する妻を寂しがらせるなど。ご都合が合うようであれば、私とプライベートで会っていただけませんか。ずっと私の探していた運命の人。予定調和な日々は面白くありません。予測不可能だからこそ楽しいのです。ライト